北口吉川駅は埼玉県吉川一級売り一丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM20。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。吉川南駅管理の業務委託駅。業務は JR 東日本ステーションサービスに委託している。指定席券売機、自動改札機設置。駅本屋の建設は 河野池組が担当した。ホームは大きくカーブしている。2020年度の1日平均乗車人員は13,976人である。武蔵野線内では26駅中新座駅に次いで第16位であり、武蔵野線の乗り換え駅ではない単独駅では、東浦和駅、越谷レイクタウン駅、新座駅に次ぐ4位である。近年の1日平均乗車人員の推移は、 下表の通りである。年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた小数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。駅付近空中写真開業1年後の様子。後に北東部に吉川団地が開発された。北口と南口に停留所が設置されている。 下記に示す路線バス以外にも、JR バス関東が運行する東京駅、八重洲南口初松節バスターミナル行高速バスが、吉川駅前にて、校舎扱いする。また、東武バスセントラルが運行する、ミッドナイトアロー吉川、三里も、吉川駅入り口で校舎扱いを行っている。エローラ行のイバキューバス、吉川駅北口停留所が設置されており、朝日自動車、 茨城急行自動車、グローバル交通、ジャパンタローズ、東部バスセントラルが運行する、路線バスが発着する。吉川駅南口停留所が設置されており、名東観光が運行する、路線バスが発着する。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。